トーマ周一は日本の指揮者、大阪府出身、大阪音楽大学卒業、一般社団法人大阪コレギウムム事務主催、在学中にバッハの音楽に系統、オルガニスト及び通奏低音奏者として研鑽を積む。1975年に一般社団法人大阪コレギウムム事務を設立。1976年に室内オーケストラ、 アンサンブル出を、翌1976年に、大阪ハインリッヒ出售が主団を、翌1977年にその核となる、大阪ハインリッヒ出室内合唱団を創設。以降常任指揮者として、海外を含む数々の演奏会や CD、DVD などで、国内外より高い評価を得ており、大阪を拠点に、器楽、声楽を問わず音楽の普及と発展に力を、 尽くしている。レパートリーは、ルネサンス音楽から、現代の音楽まで広く、ハインリッヒシュッツの作品の演奏を活動の一つの柱とするほか、バッハ、ベートーベンなどの作品を、数多く演奏。近年は、柴田奈美を、竹光徹木下真紀子、鈴木のり西村明、千原秀樹など日本の作曲家、また、海外の現代作曲家の作品紹介も、 積極的に行っている。また歌唱発声法に関する書籍、DVD の観光や、合唱作品の作、編曲も行っている。他にも多くの合唱団での指揮、指導などを務めるほか、合唱コンクールの審査員なども務めた。1996年大阪文化祭、少々励賞、1998年文化庁、芸術祭音楽部門優秀賞。 2001年 ABC 音楽賞、クリスタル賞、2003年関西合唱連盟、長井賞、2011年大阪文化祭、ショーグランプリを受賞。2014年、第49回大阪市市民表彰、文化功労部門にて表彰。ありがとうございます。